皆さんこんにちは、マナル隊のタッカです。ということで本日はご報告がありまして、僕らマナル隊3人は実家を離れて一人暮らししてるんですけど、自炊を全くしないんですよね。だから3食コンビニで済ますっていうことは結構多くて、まあそんな生活を4年間続けてたら体に異変が起きてしまいまして、先日救急車に運ばれてしまいました。でその時のね様子がちょっとテレビのニュースになってしまいまして、結構珍しい病気だったんですよ。今日はちょっとそちらを見ていただこうかなと思います。それではご覧ください。今日午後1時前、ガリガリ君を食べた男性がガリガリになり病院へ搬送されそうになりました。まさか本当にガリガリになるとは。もともとの体重は何キロだったんですか？67ありました。現在の体重は25ぐらい。じゃあ3分の1ぐらいになったんですか？はい、そういうことになりますね、ガリガリ君の力で。ガリガリ君を食べて本当にガリガリになるのは知ってたんですか？全然知らなくて、ちょっと興味本位で食べてみたら本当にガリガリになっちゃいました。ガリガリ君が好きなんですか？ガリガリ君、いやまあ普通ですね。体調はいかがですか？体調は絶好調。骨とかは痛くないですか？骨痛くないですよ。健康そのものです。いつからガリガリになったんですか？だいたい3日前ぐらいから。夜は寝れますか？夜寝れます。何がそんなに面白いですか？頭の方もおかしくなっちゃったんですか？そんなことないですよ。ガリガリ君最高。これからも食べ続けますか？はい、もちろんです。ダイエットしたい方にはぜひおすすめしたいです。ガリガリ君を食べ過ぎると本当にガリガリになるのか専門家に聞いてみると、ガリガリとは過度な体重減少により栄養不足が生じている可能性があります。栄養素のバランスが崩れることで免疫力が低下したり体の機能が低下するリスクが高まります。またガリガリになることで骨密度が低下し骨粗鬆症のリスクが高まる可能性があります。健康的な体型を維持するためにはバランスの取れた食事や適度な運動を行い健康管理に努めることが重要です。同じ日、牛乳を飲みすぎた男性が急激に身長が伸び病院へ搬送されそうになりました。痛いよ、痛い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 、成長痛がまだ来てる。どうしてそんな身長が伸びたんですか？昨日牛乳いっぱい飲んだら身長2メートル伸びました。え、昨日だけでそんな伸びたんですか？はい、助けてください。なんか身長が急に伸びたらしいです。痛いよ、ごめんなさい。大丈夫ですか？ここまで自分の足さ、やってます、すごいです。はい、牛乳いっぱい飲んだら身長2メートルになりました。牛乳を飲みすぎると本当に身長が伸びるのか専門家に聞いてみると、牛乳を飲むことが直接的に背を伸ばすかどうかは科学的には証明されていません。ただし、牛乳にはカルシウムやタンパク質などの栄養素が豊富に含まれており、適切な栄養を摂取することで骨や筋肉の発育を促進することができます。背を伸ばす要因は遺伝や生活習慣、運動量など複数の要因が影響します。牛乳を飲むことだけで背が伸びるという直接的な関係はないため、牛乳を飲むことで背が伸びるという誤解を避けることが重要です。
適切な栄養を摂取し、バランスの取れた食事と適度な運動を行うことで健康な成長をサポートすることができます。何してんの？お前今全体取ってるべ、うん、やめろお前、恥ずかしいな。同じ日、エナジードリンクを飲みすぎた男性が体に異変を感じ、病院へ搬送されそうになりました。寝れないよ、寝れないよ。大丈夫ですか？寝れないよ。いつから寝てないんですか？2年は寝てない。2年？寝れない。2年も大丈夫ですか？そんな、寝れないだって。次いつ寝るよとか予定は？自分が知りたいわ。寝れないの。あ、全く眠気がもう全くないの。ちょっとどうですかね、一旦目閉じてみたらどうですかね。あ、そうですそうです。あ、そしたら結構いい感じで。寝れないわ。全く寝れない。大丈夫ですか？寝れないよ。ちょっとこれちょっと寝るグッズというか、これアイマスクなんですけど、これしてみたらどうですかね。結構気持ちよくて寝れると思うんですけど、どうだ。あ、これ寝たんじゃないですかね。どうだ、そろそろ寝たか。ちょっと見てみましょう。寝れないよ、寝れないよ、寝れないから。もう全然寝れない。そうですか。全く寝れない、もう2年間ずっと。ちょっとじゃあどうですかね、エナジードリンクを控えてみて、はい、そこからだと思います。寝れない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 。ね、なんかね、そうですね、言ってましたね今ね。寝れないの、ずっとこれ。しばらく夢見てないわ。まあお大事にしてください。飲みすぎだ。寝れないよ、誰か寝れない。エナジードリンクを飲みすぎると眠れなくなるのか、専門家に聞いてみると、エナジードリンクにはカフェインが多く含まれており、カフェインの刺激作用により神経が過剰に興奮し眠れない状態になることがあります。またエナジードリンクに含まれる糖分や添加物が胃腸に負担をかけ、消化不良や下痢などの症状が現れることがあります。エナジードリンクは通常高濃度のナトリウムを含んでおり、過剰摂取すると水分バランスが崩れ、脱水症状を引き起こす可能性があります。ちょっと先生、ちょっと先生、メスメス、はい先生。健康状態に異変を感じた場合は速やかに医師の診断を受けることをお勧めします。またアメリカでは1日のエナジードリンクの摂取量が法律で決められており、日本もこうして法律が変えられていくといいなと私個人は思っております。患者の容体は？死にました。何？同じ日、カッパエビセンを食べ過ぎた男性が体に異変を感じ、病院へ搬送されそうになりました。どうしてくれんの？カッパエビセン食ってたらや、やめられねえし止められねえんだ。そしたら何よこのカッパ。気づいたらカッパだこっちは。どのぐらい食べたんですか？もうそんな数えるわけねえだろ。気づいたら食ってんだ、止まんねえんだ。覚えてるわけねえって。何取ってんの？じゃ止まんねえんだもん。病院は行かれたんですか？行った行った。受付で門前払いや。この格好でこっち真剣なんだ。真剣なのか？え？遊びに来ないでください。だったよお前。保険証もしっかり出したのに、保険証違うじゃないですか顔って言われて。すぐ行かれんよ。ふざけんなよカルビ。何笑ってんすよこの兄ちゃん。おい、何クスクス笑ってんのよ。こっちは真剣なんだマジで。なんだ、出んだよこういうのがよ。あ、なんかカッパの症状が出た。カッパの症状じゃん、出んだマジで。出んだたまに。抑えてんだこっちなるべくよ。とんなって言うすね。どんどんカッパに汚染されてる。汚染されてるとか言うな。こっちもなりたくなって、なんだわ。何もらってんの。大丈夫ですか？早めに病院行った方がいいです。だから病院行ったって門前払いだ。
ダメなんだって。どこ行ったって真剣にこっちはやってんのに、あっちは取り繕ってくれねえんだ。できんだできんどこも。わかるか、寄ったんじゃねえか今お前カメラ。寄ってる場合じゃねえんだよ、助けろよこっち。なんか視界も緑色なんだよ、なんか気づいたら。ちょっとおい、何これ、いつまで撮ってんの。なんかギャラリー増えてるしよ、いいんだよ。まあ、早めにカッパエビセンやめたら。やめれねえんだ、止まらねえんだカッパエビセンは。専門家に聞いてみると、カッパエビセンには実際にカッパになる成分は含まれてるのでしょうか。あの、笑ってないで答えてほしいんですけど。あの、分からないなら分からないって言っていただければ、はい。何か面白いことありましたか。お菓子を食べておかしくなっちゃったんですかね。え、同じ日、鉄分を取りすぎた男性が鉄になってしまい、病院へ搬送されそうになりました。これね、もう鉄分だけはお前取ってたらお前鉄になっちまったよお前。これどうしてくれたってな、本当に参っちゃうよねこれ。どのぐらい鉄分取ったんですか。どれぐらいってお前今見たら分かるよお前。1日分のお前鉄分のヨーグルトお前これお前3本飲んでんだ、午前中なのにな。まだお前これ午後になってみろお前、これ午後も6本飲んだ、大変だお前。あとよお前これあるべ、これお前1日2粒でお前60日前って言うんだけどよお前、これお前2袋お前軽く飲むぞ1日でお前、1日で120日分だぞお前。それお前鉄にもなるってもんだよお前。えこれもうすっげえだぞお前、これガッチガチなんだこれ、全身が鉄だからガッチガチ。これこれ聞こえた、全然痛くないこれ、すっごいだろお前。鉄分がお好きなんですか。まあ好きっていうか、取ってたらこんなになっちまったからよ。まあどっちかって言えば好きっていうふうな、好きなのかな。嫌いだったらこんな取んねえもんな、だってな。そうだ、うん。病院には行かれましたか。病院だってお前ダメだべや、お前そんなの。どう、こんな前例のねえやつよ、おめえよ、どうするっつうのよお前。鉄分取るのやめてくださいしか言われねえんでねえのか。何年ぐらい鉄分取ってるんですか。何年経ってな、お前いつももうあんま覚えてねえけど、5年も6年も前じゃねえか。あんな、鉄気づいたらこんなんだ。ダメ、これ、うん。何か鉄分を取ろうと思ったきっかけはあるんですか。何とも、なんてことねえよお前、こういう鉄って書いてるのちょっと飲んでたらよこんなになっちまっただけだからよ。別にきっかけとかは何もねえんだ、取りすぎはダメ、これダメ。ヒーローみたいでかっこいいですけどね。これが本当のアイアンマンってか、バカ野郎お前、バカ野郎お前、全然ちげえよ、そんないいもんじゃねえんだこら。本当に大変だよこっちだって。体は重くないんですか。うん、いや重いよ鉄だからね。歩けますか。うん、まあ、歩けるは歩けるけどお前これ、うん、鉄分を取りすぎると鉄人間になってしまうのか、専門家に聞いてみると、鉄分を取りすぎると体内に過剰な鉄が蓄積されることはありますが、その結果として直接的に鉄になるということはありません。カシュー、カシュー早く逃げろ逃げろ。体内には適切な量の鉄が必要ですが、過剰な鉄分摂取には体に害を及ぼす可能性、あっち、過剰な鉄分摂取は体に害を及ぼす可能性があります。鉄分を取りすぎると便秘や下痢といった消化器系のトラブルが、あっち、また肝臓や心臓に負担をかけ、心臓疾患、心臓病のトラブルをリスクを高めることがあります。サプリメントを摂取する際は医師や栄養士と相談し、適切な量を摂取するように注意します。